こんばんは、高野くもです。先日私はですね、最近のジャズファンについて本当に高齢化しているのかみたいなタイトルの動画をアップしたんですけれども、下の概要欄にリンク貼っておきますね。それに対してですね、鳥羽さんという方からコメントいただきました。鳥羽さん、ありがとうございます。読んでみますね。アメリカではアナログ盤売り上げが CD 売り上げを追い抜く勢いで売れており、またイギリスではカセットテープが17年ぶりに10万本を超える売り上げを記録しています。もちろん各種サブスプリクションも順調に勢いを伸ばしており、アメリカでの売り上げはもはや音楽産業全体の8割を覆うほどです。ちなみにダウンロードとサブスプリクションは違うフォーマットです。ダウンロードは売り上げが減り続けています。このデータから見るに、フィジカルなフォーマットの立場が危ういというより、CD の立場が危ういと感じですかね。ただ、これが日本でも同じ傾向というわけではないです。これは僕の推測になりますが、カラオケ産業が人気なことや、歌手主体で音楽を楽しむ人が多く、音への意識が向きにくい環境、イコールフォーマットが固定化されている環境なことで、他のフォーマットに手が届きにくい事態が起きているのではないかと思います。これはサブスプリクション時代の大きな課題でしょうね。ジャズリスナーの高齢化に関してですが、近年発表された音楽にもグルーブのアプローチやフレーズなど古き良きジャズの影響が割と直接的に感じられる音楽はあります。しかし、おっしゃる通り、元をたどるハードルは上がっており、特に家庭を知らない若い世代は、といっても僕も20歳の若造ですが、アクセスが難しい状況かと思います。サブスクの影響でディグが簡単になるかなとも思われましたが、結局広大な海のどこを泳げばいいかわからない状態がほとんどですからね。それに加え、ジャズというジャンルが多様化した、アシッドジャズなどジャズ要素が薄いものも出てきたことで、リスナーが分解しているということもあるかと思います。そういった意味でも、ジャズ2.0のような情報を補う媒体は重要になってくるのかと。突然長文失礼しました。いや、突然ありがとうございます。すげえ勉強になりました。鳥羽さん、どうもありがとうございます。アメリカではアナログ盤売り上げが CD 売り上げを追い抜く勢いで売れてるんですね。それ知らんかった。天神大社。あと、イギリスでは へえ、カセットテープが17年ぶりに10万本を超える売り上げを記録。すごいっすね。それ知らんかった。天神大社。そのカセットテープの中に入ってる音楽何なんでしょうかね。ちょっと気になるところでありますけどね。勉強になりますね。全然知らなかった。確かにあれですよね。日本はもうカラオケ産業が人気なことで、歌手主体で音楽を楽しむ人が多くって、もうそれも、なるほどねと思いましたね。確かにやっぱり歌詞みんな好きですよね。好きっていうか やっぱそれってカラオケもあるのかもしれませんね。私はもうどっちかというとサウンドから入る人なので、だから椎名林檎ちゃんとかもすごい好きなんですけど、やっぱりサウンドから入っちゃいますよね。昔はベースがやっぱりね、亀田誠治のベース好きだったから、ベースからどうしてもだんだん下の方から上へ聞いていくみたいな感じでしたし、今でもやっぱりりんごちゃんの声そのもの、ボーカルの声とかアレンジそのものを楽しんで、でだんだん慣れてきたらようやく歌詞の意味を追いかけるみたいな感じになっちゃってるので、完全に私の場合逆ですよね。本当に意味より音から入っちゃうみたいな感じなんですけど、でも大多数の人はその逆なんでしょうね。確かに言われてみるとそうだ。それはカラオケで歌うという前提が無意識にあるからなのかもしれませんよね。はあ、確かに。そうすると、やっぱりジャッキー・マクリーンのこのフレーズが訛りがなんて言ってるオイラは多分少数派なんでしょうね、なんてことをよく思いました。カラオケも最近私全然行ってないからね。確かにそうか。カラオケ産業が人気なこととつながりますね。へえ、すごい勉強になるなーって。それで、ジャズリスナー、最近の音楽のグルーブアプローチ、古き良きジャズの営業。へえ、最近の音楽は全然チェックしてないから、そうなんですね。古き良き、どのあたりがあれなんでしょうかね。ほら、星野源なんかのね、最近の作品だと、割とモータウンのグルーブとかが非常に散見されるというか、多分意識的に取り入れてるんじゃないかなとは思っていますけれどもね。でも、モータウン、ジャズとはまた違うから、どの辺のジャズのあれがね、取り入れられてるのかがちょっと気になるところなので、もしよろしければ追加情報お願いします。
当おっしゃる通り、広大の海のどこを泳げばいいのかわからない状態がほとんどとかね、まあ、それはそうかもしれないですね。私も時々、まあ、YouTube でいろいろネットサーフィンっていうのかな、 YouTube の海の中を泳ぐの時々、あ、この音源面白いなと思ったら視聴回数7回みたいなのもあったりもしますからね。すごいいい音楽にも関わらず、視聴者こんなに少ないんすかみたいなね、そういうのも時々出会ったりしますからね。あとうちの息子はバッドホップ好きなんですけれどもね、でバッドホップのラジオとかもよく聞いてるみたいなんですけれども、で連中は結構アメリカのヒップホップチェックしてるみたいなんですよね。なんかまだ視聴回数5回しかないけれども、すごいかっこいいヒップホップがあるみたいな、あのことをラジオでよく話したりしてるらしいんですね。話していたらしいんですね。今はどうか分かりませんけど。だからやっぱり相当ヒップホップ好きで、こうネタ探しだったりとかね、本当参考のためにいろいろリサーチしまくってると思うんですけど、まだまだ良い音楽が眠っている。だけど多くの人にはまだ全然届いていないと。だけども気軽にアップはできるので、すごい優れた才能が今も今日この瞬間もどこかで音楽をアップロードしてるかもしれませんけれども、結局誰にも気づかずに追われてじゃないね、終わってしまうという可能性も十分あるっていうことなんでしょうね。だからまあ今後どうなっていくのかなっていうのは非常に興味がありますし、でもまあね、本当にわかんないなって感じ。だからまあね、鳥羽さんはこう CD が危ういって書かれてますけれども、まあ確かになまあ私はしばらく CD 派でしばらくは生きていくんじゃないかなとは思っていますけれどもね。だ多分新譜とかの数はどんどん減っていくのかもしれませんけど、逆に私みたいに頑固にまだ CD に固執しているような層っていうのもいると思うので、やっぱりそういう人たちはあれなのかな、ディスクユニオンとかにやっぱり中古の CD のあさりに今日も出かけるみたいな、そういう感じになるのかもしれませんね。だからしばらくあの CD、まあ、ブックオフの CD 売り場は分かりませんけれども、ディスクユニオンみたいなところのCD 売り場なんかだとまだまだしばらくはあれなんじゃないですか。むしろお客さん増えちゃったりしてねみたいなねもう全然 CD、 ジャズの CD 新譜もないし、まあ Amazon で買うと高いから、じゃあ安いのないかななんてね、しげしげと物色しに今日も吉祥寺に通うみたいな人たち、あるいは新宿に通うみたいな人も今後どんどん出てくるかもしれませんね、なんてことをつらつら考えまして、すいません、いろいろと私レベルのに話を落とし込んでしまってるので、せっかくもっといいね話かもしれませんけれども、なんかどんどん劣化した話になってしまって大変申し訳ありませんけれども、まあ、むしろねこの話題、あの問題提起してくださったあの方には非常に響く内容なんじゃないかなとは思ってはいますんでね。だから非常にあの興味深い情報ありがとうございます。いやでも20歳なんですか、すごいっすね。やっぱりなんか若い人はいろいろ情報持ってるなみたいなねぜひですね今後もよろしければそういう情報教えてくださいということで、今回は鳥羽さんの書き込みをご紹介させていただきました。どうもありがとうございました、コメントいただきまして。ということで、今回はこれぐらいにしておきます。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。